おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文雄が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントプレゼンテーションさせていただきます。ためになる話ですので、どうぞお聞きください。今日は3月は16日木曜日、いい日ですね。ただいま駅前公園で早朝連邦太極拳を終えたんですが、周りの桜の花がですね、色づいてきて、もうじき開花しますね。桜そのものがピンクに染まってます。はい、今日はですね、実は1ヶ月先の話ですが、4月の15日の土曜日にですね、私がトップやってます JPA 日本プレゼンテーション協会でセミナーをやりますが、私が講師をいたします。はい、テーマはですね、ズーム会議室の12怪人の処理の仕方というですね、2時間セミナーをいたします。はい、どうぞですね、これぞという人は予約されてですね、依頼してください。 Zoom でやります。はい、Zoom 会議室の12怪人とはどういうことかというとですね、私は日本の医薬品会社を皮切りにですね、ドイツ、アメリカ、イギリスのいわばトップ企業に勤めました。社長に次ぐですね、重要なポストを任せられたんですが、最終的にはですね、日本、アジア、パシフィック、アフリカ地区のですね、地域の責任者をやりました。はい、そういう中でですね、日本はもとより世界中の人たちと会議をやりました。その会議の中にですね、日本だけじゃなくて、どこの国にもですね、会議を妨げる問題児がいるんですよ。世界まとめてみましたらですね、12種類いるんですよ。一番典型なのはですね、喋って喋って止まらない人、おしゃべりマンがいます。そういうおしゃべりマンはどうやって止めるか、怒らしちゃいけません。引き入れてですね、大いに活用させるための方法です。2番目はですね、その逆、何にも喋らないで、ただひたすら座ってる。悪い人じゃないんですよ。喋らない人、スフィンクスって言ってますけれども。またですね、その両、喋って喋ってしょうがない人とかですね、その人がいるだけで大蛇がドグロを巻いているようにですね、周りのものが喋れなくなってしまう、あんな混雑ですけども、そういうですね、御三家の他に足し上げると12種類の困った者がいます。そういう全ての人たちをですね、うまく怒らせないで巻き込んでですね、最大限に活用するためにはどうするかというですね、 Zoom 会議の12怪人の処理の仕方というセミナーをやりますので、いろんな詳細は添付しておきますので、どうぞ1ヶ月後皆さんお集まりください。さようなら。